撮ってるかな。どうも皆さんこんにちは、プップミルクです。今日はですね、突然の購入品紹介、イエーイ。はい、ということですね、今ゲーム実況を、まあ、メインでやってるんですけども、ゲーム実況ね、編集時間とか撮る時間とか結構時間かかって、ゲーム実況なんか面白くしたいって思うがゆえに、ものすごいね、今素人だから、なんか30分尺の動画を編集しようとしたらなんか6時間ぐらいかかってね、めっちゃかかるんですよ。でもそうすることによって何が問題になってくるかっていうのは、投稿頻度ですね。私は1歳7ヶ月の赤ちゃんをね、育てながら、たまに時間が空いてる時に収録して編集してってやっているんですけども、まあ、すごい、投稿頻度が低いんですよ。もっと上げたいなと思っていて、なので、しっかりね、ちゃんと自分でこだわって、作り込んだ動画っていうのも出すのももちろんありで、それは今後も続けていって、でもう一つジャンルとしてね、こうゲーム実況をやるにやる活動の幅を広げていけばなと思って、顔出しするようにしたので、購入品紹介だったりとか、なんかそんななんでもないちょっとした内容の動画でもね、なんか5分、3分、7分とかの尺のやつをなんか作って、投稿頻度を上げていきたいなと思って、やっていこうと思います。はい。じゃあ、まずは、こちら。じゃーん。みちこけっとさんの、ハンドメイドのアクセサリーですね。こちらはもう知ってる方もいると思いますが、知らない方のために説明すると、ヴィンテージの、カボション。ポジションじゃなくてカボション。なんかバラの、なんか、こういうのとか、を使って、こういうアクセサリーをね、画像出していいのかな？出さんかったらこれ何の手になるんだろう。あ、いいのがあった。ヴィンテージものを使ったアクセサリーをものすごくみちこけっとさんは素敵に作っていまして、これを、買ったのが、2019年の6月8日なんですよ。去年ですね。アクセサリー、開けてみました。じゃじゃーん！見てください。わかりますか？え、素敵すぎる。え、どうやったら映る？こんな感じなんですよ。後で別ショットで写しておきますね。これがバラのカボションですね。一輪のバラのカボションになんかビーズがついて、なんかこれ、他のハンドメイドの方と一緒に共同で作ったもの、限定ものらしいです。なので多分ね、売ってないかな、多分売ってないと思います。こんな感じです。ここにドライフラワーが閉じ込めてあるんですよ。で、カボションはこんな感じ。ね、こちらね、せっかくなんで、ちょっとつけていこうと思います。普段はね、夢かわいいとか原宿とか子供っぽいアクセサリーとかね、服とか大好きなんだけど、でも、こういうヴィンテージのね、なんかヴィンテージのすごいカフェとかあるじゃない。フランス、パリだったり、ロンドンとかだったりさ、なんかそういうのすごい好きで、ドイツとかね。なので、これ、こういうのもなんか好きですよっていう感じです。さあ、つけていこう。どう？めっちゃかわいい！いいじゃん。超いい。すごいいい。はい、じゃあ今回の収録はこれでね、やっていこうと思います。はい、せっかく見せたいから耳にかけておこうかな。はい。はい、じゃあ二つ目の購入品紹介はこちら！じゃじゃーん！オールオーバーザワールド。ソス
ソストレネ、ソストレネ、グリン、グリン、グレヌス。やばい、バカがバレそうだな。うん、こちらは、デコレーションのパーツを購入しました。一つ目、三つ買ったんですけど、一つ目はこちら。わかりますか？バラ。バラのなんか、ちょっとテープになってて、貼れるようになってるんですけども、ノートとか、鏡の縁とか、写真のフレームとか。とか、固めのなんか金色の、こうバラのね、やつですよね。これもすごい、今ね、お化けナイトっていう自分のオリジナル曲の、ミュージックビデオをね、イラストを描いてるんですけども、そういうのになんかこういうのペペペペって貼ったら、なんかちょっとキャッスル感出るかなと思って。そして、二つ目はこちらですね。見えますか？見える？じゃあ私映っちゃってる。あーなんか合わないかもしれない。ちゃんと見えてるかな？ちゃんと見えてなかったら別ショットでね、後で映しておきます。これは、ハートの、まあまた、パーツ、デコレーションパーツなんですけども、なんか、めっちゃね、これもビンテージっぽいなと思って、買ってみました。はい、三つ目はこちら。じゃーん！見て、やばくない？これ、この色合い、この模様。もうね、小学校の頃の私だったらこれの良さが多分分かんなかったと思うけどね、なんていうの？昔の、アンティークのなんか模様みたいな、おもちゃ屋さんとか。なんかね、今さ、次の日っていうホラーゲームあるじゃないですか。春じゃないですか。まあ、私ね、ホラーゲームはやるのは絶対無理なんだけど、ポッキーさんのね、尊敬しているゲーム実況者のポッキーさんの、ホラーゲームの実況だったら、まあ、たまに見れるやつもあるかな、ぐらいのやつで。で、その次の日の、3作目ですかね、なんかおもちゃ、古い、人形とかが売っているおもちゃ屋さんの話なんですけども、そこの、お店の色合いとか、アンティークとか、ヴィンテージっていう感じがものすごく、私が作ってるオリジナルミュージックビデオの、お化けナイトになんか、こういう着色したいなっていうイメージもほんとそのまんまっていうか、とっても近いんですよね。で、このね、これの、色とかも、すぐなんか、そういう色合い、なんか理想の今、こういう風に塗りたいなって考えてる色合いにバッチリだったので、これをね、お化けナイトとかに使っていきたいな、使っていけたらなと思います。使えなかったらな、使えなかったらな。はい、続いてはこちらですね。金色のバラはこんな感じになっています。それで、ペリペリってね、剥がして、好きなところに貼れるようになってあります。はい。ハートはこんな感じです。わかりますか？なんか、ハート以外に、このなんかちっちゃいつぶつぶつぶみたいなのついてるんですよ。これがなんとも、まあ、おしゃれ。すごいおしゃれ。ちょっと暗いかな。見えますか？はい、じゃあ次。はい。これが今回の私のお気に入りですね。まあ、一番何がお気に入りかって言ったら、みちこけっとさんなんですけども、今回はこれです。ということで、今回は購入品紹介でございました。これだけと思う方いませんか？まあ、今日はこれだけで、後々ね、たくさんいろんなことできたらな、いろんなもの紹介できたらな、と思ってますので、ぜひよろしくお願いします。ゲーム実況チャンネルと、なんか普段のこういう実写のやつとか分けた方がいいんじゃないのって思うかもしれませんが、投稿頻度がさらに低くなる！そして維持できないと思うので、今のところは一緒にしとこうと思います。はい、ということで、今回の動画、ちょっと気に入ったり面白いなって思ってくれたら、ぜひチャンネル登録と高評価ボタンを押していただければ嬉しいです。コメントもぜひお待ちしております。それではまた次回の実写動画でお会いしましょう。バイバーイ。